俺の両親と住む二世帯住宅を建てるから1000万援助しろ。あなたには拒否権なんてないのよ。嫁のものは私たちのものでしょ。夫と義両親はそのように言って、私が相続した土地に家を建てようとしてきた。だがそんなことは絶対にさせない。私は彼らに向かってとある事実を告げた。私もう独身なんですけど。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私は大学を卒業後に証券会社に就職し、バリバリ働いてきた。仕事はやればやるほど結果が出たので、私は楽しくて仕方がなかった。それでひたすら仕事中心の日々を過ごし、気づいたら私はそれなりのポジションを任されるようになった。そのおかげでかなり稼げていて、貯金もかなりある状態だ。私は自分の人生に満足していて、とても充実していた時間を過ごしていたつもりだった。しかし、ふと気づくと周りの友人たちはみんな結婚をして子供も生まれていた。家族仲良く幸せそうに過ごしているのを見て、私はなんだか取り残されたような気がした。そして実家にいる両親からも最近結婚についてよく聞かれるようになった。誰かいい人はいないのか。仕事に一生懸命なのは素晴らしいし、結果を残せているのもすごいと思う。だが女性としての幸せというのも。ああ、はいはい、わかったわよ。のぞみ、俺はちゃんと真面目に。そんなすぐ結婚できたら苦労はしないから。まあそうだが。父は顔を合わせるといつも私に対して結婚についての話題を出すようになった。ある日、父がいない時に私は母にそのことについて聞いてみた。お父さん、最近すごく私に結婚をせかすようになってない？ああ、お父さんね、最近あまり体の調子が良くないのよ。え？あ、言っちゃいけないんだったわ。ごめんなさい。でもそうやって自分がいつ亡くなるかわからないと思うようになったから、あなたのことが心配なのよ。親として子には幸せになってほしいからね。まあ、のぞみの花嫁姿だったり、孫の顔が見たいのもあると思うけど。そっか。私は父にそんな事情があるとは知らなかったのでびっくりした。そして結婚して父や母に幸せな姿を見せたいなと強く思うようになった。だが今まで恋愛そっちのけで仕事に打ち込んできた私にとって、新しい出会いを見つける方法自体がよくわからなかった。みんなどこでパートナーを見つけているんだ。そう悩んでいた時、友人がそれなら合コンを開くから参加しなよと言ってくれた。合コンなんて行ったことがなかったが、これも経験だと思い参加することに。そうやって積極的に動かないと出会いはなさそうだったし。そして初めて合コンに参加したが、思っていたよりも楽しかった。もっと男女の出会いの場っていう感じで、女性同士は殺伐とした雰囲気になったりするのかななど不安だったのだが、ただの飲み会というような感じで男女関係なく楽しくお話ができた。男性陣も女性陣もみんな優しくていい人で、誰と隣になっても会話が弾んだ。そしてみんなで連絡先を交換し合ったのだが、その中で私に個別で連絡をしてくれた男性がいた。それがマサトだ。マサトは私よりも5歳も年下の29歳だった。合コンの参加者の中でも一番若かったと思う。しかもイケメンで、他の女性陣からも人気が高かった。そんな彼から私に連絡が来たのでびっくりしてしまったのだが、そのメッセージの内容を見てさらに驚いた。なんと彼は私とお話をして楽しかったから、今度は2人で会いたいと連絡をしてくれたのだ。まさか彼からそんなお誘いが来るとは思わなかったが、私はとても嬉しかった。そして私はすぐに了承して、二人で会うことに。彼と二人きりのデートでも会話は弾み、とても楽しい時間を過ごすことができた。このままお付き合いとかできたらいいなぁなんて思っていると、
数回ほどデートを重ねてから彼の方から結婚を前提に付き合ってほしいと言われた。そして私たちはお付き合いをすることに。それから順調に交際を続けていき、あっという間に半年が経った。そんな中、ある日マサトは大事な話があると言って私を食事に誘った。もしかして別れ話と私は急に不安になった。やはり年が離れているからジェネレーションギャップで何か嫌な思いだったり、つまらない思いをさせてしまったのだろうか。私はとても怖くなりながらも、勇気を振り絞って彼との待ち合わせのレストランに向かった。そして彼ととりあえず食事をしていたのだが、私は気が気でなかった。今までと変わらないような食事の感じだが、まだ大事な話が何なのか聞いていない。この食事が終わったら、私は別れを切り出されるのだろうか。これは二人でとる最後の晩餐。だったら味わうのを忘れてた。そんなことを考えていて、名前を呼ばれていることに気がつかなかった。のぞみ。え？聞いてる。え？あ、ごめん。今から大事な話をするんだから、ちゃんと聞いててくれよ。ごめん。私は彼がこれから大事な話をすると分かり身構えた。すると彼はこう言ったのだ。のぞみ、俺と結婚してくれ。え？これから二人の人生を歩んでいこう。私は一瞬何を言われたのか理解できなかった。そして少しやっと遅れて頭で理解した。え？結婚？私が驚く姿を見て、彼は、ダメなのか、と不安そうに言ってくる。あ、いや、ダメじゃないよ。ちょっとびっくりしちゃって。私は深呼吸をして、マサトの目をまっすぐ見てこう返した。こちらこそよろしくお願いします。私がプロポーズを承諾すると、マサトはとても嬉しそうにしていた。私もついついにやけが止まらなかった。まさか半年という短い期間で結婚の申し出が来るとは思っていなかったからだ。だから完全に別れ話の方だと思っていたのだ。そんな状態だったから、プロポーズは何倍にも嬉しかった。それから私たちは結婚の報告をお互いの両親にした。私の父と母はとても喜んでくれて、何度もおめでとうと言って祝福してくれた。そして結婚の挨拶や両家の顔合わせを済ませて、私たちは無事に結婚。結婚式ではたくさんの友人や職場の人たちが祝福してくれて、私は幸せの絶頂を味わった。それから私たちは新婚旅行に行き、そして夫婦としての生活をスタートさせた。夫との新婚生活はとても幸せだった。大好きな人とずっと一緒にいられるだけで、こんなにも嬉しいものかと驚いたものだ。のぞみ、お帰り。ご飯できてるよ。え、嘘。ありがとう。夫はいつも私よりも早く仕事が終わって先に家に着いているのだが、私のために晩ご飯の用意をしてくれている。今まで仕事で疲れて帰ってきてから自分でご飯を用意していた私にとっては、ものすごくありがたかった。夫が家事を頑張ってくれているおかげで、私はさらに仕事に集中することができた。優しい夫の手料理を食べながら、私は本当に彼と結婚をしてよかったなとしみじみと思ったものだ。花嫁姿を見せるという親孝行も一つ叶い、そしてパートナーと一緒に暮らせている今は、私にとって間違いなく一番幸せな時間だった。だがこの結婚が間違いだったと、私は後でとても後悔することになる。その兆候が見え始めたのは、結婚して半年ほどが経った頃のこと。え？私はある日夫婦の共有口座の通帳を見たのだが、その時に記憶にない引き出しがあったのだ。なぜか共有口座から5万円が引かれていたのだ。
この口座には私たち夫婦で毎月少しずつお金を入れているのだが、私は一回も引き出したことはない。だから夫しかいない。私は少し不安になりながら夫に話を聞いてみた。勝手にお金を引き出すのは良くないし、パートナーに黙っているのも良くないと思う。マサト、このお金ってどうしたの？私が通帳を見せると、夫は少し動揺していた。あ、それは、その、実はおじいちゃんが骨折しちゃったらしくてさ、それで急遽俺が入院費と治療費を出してあげたんだ。え、そうなの？だけど俺の口座にちょうどお金がなくて、それで慌てて共有口座からお金を出したんだ。そうなんだ。黙っててごめん。給料が入ったらまた戻そうと思ってたんだ。そっか。まあそれなら仕方ないけど、それでも事前に相談とかしてほしかったな。ごめん、次からは気をつけるから。夫はそう言って何度も謝ってきたので、私はとりあえず許すことにした。だがその後も夫は定期的に共有口座から勝手にお金を引き出した。その都度私が何に使ったのか聞くと、夫は適当な言い訳をしていたが、私はだんだんと夫が怪しいと思うようになっていた。そして私は我慢できなくなり、夫に少しきつめに言ってしまった。ねえ、いくらなんでもちょっと勝手にお金を使いすぎじゃない？それにマサト、全然お金を共有口座に入れなくなったよね。一体どういうことか説明してほしいんだけど。このままだったらマサトのこと信用できなくなっちゃうよ。私が怒ってそう言うと、夫は逆ギレをしだした。なんだよ、ちょっとくらいいいだろ。俺は家族のためにお金を使ってるんだ。共有口座にあるお金はそもそも夫婦のものなんだから、俺が使って何が悪いって言うんだ？使っちゃダメって言ってるんじゃなくて、勝手に使わないでって言ってるの。だからじいちゃんの治療費に当ててるって言ったじゃん。どうして孫であるあなたが支払ってるの？お父さんやお母さんが支払うもんなんじゃないの？そう、それは、その。適当な嘘でごまかそうとしないでよ。私がそう言うと、夫は追い込まれたのか、いきなりとんでもないことを言い出した。それじゃあ離婚するか。え、離婚？ああ、そこまでのぞみが俺のことを疑うんなら、結婚生活を続けるのは難しいだろう。ちょっと待ってよ。離婚だなんて私はそこまで考えていないわ。だったらもう少し俺に優しくしてくれよ。俺だって申し訳ないと思いながら共有口座のお金を使ってるんだからさ。わかった。私はこの頃は夫のことがまだ好きだったし、離婚をしたら親に孫の顔を見せることができないから離婚をしたくなかった。だがこの時にさっさと離婚をしていればよかったと、後になって後悔することになる。夫はそれ以来、私に対して少し冷たくなった。今までは晩ご飯を用意してくれていたが、家事もしなくなった。そして最近、私が家に帰るとよく義両親がいることが増えた。お母さんに、お父さん、どうされたんですか？息子に会いに来たのよ。悪いかしら。のぞみさんは俺たちが来ているのに残業なんかしてひどいな。俺たちの顔を見たくなかったのか？いえ、そういうわけでは。のぞみは仕事人間だから仕方ないよ。あとお金についても厳しい銭ゲバだな。なるほど、それはぴったりな表現だな。私のことをバカにして笑う義実家の人たち。仕事から帰ってきて義両親がいる状況に私はうんざりした。これならもっと残業して終電ギリギリに帰ってくる方がまだマシだ。それからも義両親は家にやってきては夫と3人で仲良く話していた。私が仕事から帰ってくると、それが合図みたいに帰っていくので、なんだか感じが悪いなとも思った。のぞみがいつも嫌そうな顔をするから、母さんたちはそそくさと帰っていくんだよ。夫にそのようなことを言われて私はショックだった。
私が悪いの。私はただ一生懸命に働いているだけなのに、どうしてそのようなことを言われなければならないのか。私は夫の態度や義両親の態度のひどさに、かなりストレスがたまり始めていた。それに私が一生懸命に仕事をしている間に、夫は先に帰ってきて義両親と家で楽しく会話をしているのだ。そのことを考えただけで、すごく嫌な気分になった。しかも生活費は現在全部私が出している状態なので、義実家の人たちが勝手に家でゆっくりしている時にかかる光熱費だとか、食費なども私が負担していることになる。納得のいかないことが多くて、私はこの結婚生活を続けるべきなのか悩み始めていた。そんな中、私の心をえぐる出来事が起きた。それは父の死だ。父は急性心不全でいきなり倒れて、そのまま帰らぬ人となってしまった。あまりに突然のことで私は頭が真っ白になった。病院で白い布を顔にかぶせられた父の姿を見ても、まだ父があの世へ旅立ったとは信じられなかった。まだ孫の顔を見せられていないのに。私は母と二人で悲しみに暮れた。もともと体調が崩れやすくなっていたとはいえ、最近は元気だと聞いていたから安心しきっていた。そんな中いきなり亡くなったと言われたので、感情が追いつかなかった。だが悲しみに暮れながらも、父の葬儀はしっかりと行わなければならない。私は急いで葬儀の手配と準備を進めて、なんとか無事に父の葬儀を行うことができた。そしてその後、遺産などについて弁護士の方から説明があった。父は自分が体調を崩しやすくなった時から、もしものことを考えて、遺言書を作っていたらしい。父が残した遺言には、私と母、それぞれ父の貯金を分配した額を渡し、そして私に実家の土地を相続させる旨が書かれていた。遺産についてはそこまで気にしていなかったのだが、私ではなく夫と義両親が遺産についてものすごく食いついてきた。のぞみ、土地を相続したって本当か？そうだけど。すごいじゃないか。それじゃあ家を建てようぜ。家？どうして？だって土地を相続したんだろ。だったらお前の古臭い実家を取り壊して新しい家を建てようじゃないか。そして二世帯にして母さんと父さんと一緒に暮らすぞ。何を言ってるの。そんなのしないわよ。だいたい土地は私のものだけど、実家の家にはまだ私のお母さんが住んでるんだから。適当に言ってどっか引っ越してもらえばいいじゃんか。ふざけないで、そんなひどいことできるわけないでしょ。なんだよ、俺たちは夫婦だろ。少しくらい俺の言うことを聞いてくれてもいいんじゃないか。毎回要求してくることが無理難題すぎるのよ。無理なことなんてお願いしてないだろ。俺の親との同居生活と新しい家を建てること、俺の要求はこの2つだ。何も難しくないだろ。それが無理難題だって言ってるのよ。ここまで夫が話の通じない人だとは思わなかった。だが絶対に家なんか建てさせない。それだけは絶対に阻止しなければ。そう思いながらいろいろな対策を考えていたのだが、夫は思っていた以上に手ごわかった。義両親を毎日のように家に連れてきて、3人がかりで二世帯住宅を建てようと言ってきた。他にも不動産屋でもらったという資料なども見せてきて、着々と家を建てる準備を進めているようだった。そしてしびれを切らしたのか、どんどん私への当たりがきつくなっていった。いい加減にしてくれよ。こんなにも俺たちが頼んでるんだぞ。さっさと家を建てる準備を始めろよ。そうよ。あなたは行動が遅すぎるわ。いや、準備って私は別に認めてませんから。あんたが認める認めないはどうだっていいんだよ。マサトの元に嫁いできたんだから、マサトの言う通りにしろ。
私が仕事から疲れて帰ってきたタイミングでこんな風に罵声を浴びせ続けられるのは本当に辛い。だがこっちだってやられっぱなしではない。こっそりといろいろと準備をしているのだ。そんな中、ある日夫と義両親はしびれを切らしたのか、いつもよりも怖い顔で声を荒げて私を従わせようとしてきた。俺の両親と住む二世帯住宅を建てるから1000万援助しろ。あなたには拒否権なんてないのよ。もう不動産屋で話を進める直前まで来てるからな。嫁のものは私たちのものでしょ。夫と義両親はそのように言って私が相続した土地に家を建てようとしてきた。だがそんなことは絶対にさせない。私は彼らに向かってとある事実を告げた。私もう独身なんですけど。え？何言ってんだよ。私の発言に動揺する義実家の人たち。マサト、あなた忘れたの？私に離婚届を突きつけてきたこと。え？あなた最近自分の思い通りにことが進まなくなると記入済みの離婚届を私に突きつけてきたじゃない。私はそれを提出してきたの。は？これ以上あなたたちに私が相続した土地に家を建てろって脅されるのはうんざりなのよ。だからあなたたちと他人にならせてもらったわ。そしたらもうあの土地はあなたたちには全く関係のないものになるからね。ふざけるな。そんなの認めないぞ。そうよ。そんな離婚は無効よ。勝手に離婚をしたことを訴えてやるぞ。ものすごい剣幕で怒る義実家の人たち。だが私も負けるわけにはいかなかった。残念だけど離婚は絶対よ。だってマサト、あなた不倫してるじゃない。え？俺が不倫？何のことだ？しらばっくれても無駄よ。私、更新所に調査を依頼してたんだから。そしたらあなたが日中に家に女性を連れ込んでいる写真がたくさん手に入ったわ。しかもあなた、私の知らない間に仕事も辞めていたそうね。道理で共有口座のお金を使い込んでるわけだわ。でもそれだけの対価は支払ってもらうからね。不倫の慰謝料はきっちり支払ってもらうわ。そんな。夫と義両親は顔を青くして絶句している。とりあえず荷物をまとめて出て行ってくれる。ここは私の名義で借りてる部屋だから、このまま居座るようなら警察を呼ぶわ。警察だなんて物騒な。私からしたら、もう赤の他人の人たちが家にいる方が物騒ですから。私はそう言ってスマホを持ち、わかりやすく、110番だったわよね、と言った。すると夫と義両親は目をぎょっとさせて、慌てて家を飛び出した。私はすぐに鍵をかけてチェーンもかけた。その後、弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。また私が夫と住んでいた部屋は解約し、私は実家に戻って母と一緒に生活を始めた。そして父からもらった遺産や私が貯金してきたお金で、実家を建て替えた。母が高齢になって足腰が悪くなっても生活しやすいようにバリアフリーにし、その他の部屋も新しく快適に過ごしやすいようにした。母は家が新しくなったことにとても喜んでいて、私もそんな母を見て嬉しくなった。ちなみに元夫と義両親についてだが、現在は周りの誰からも相手にされず、孤立した状態で日々を過ごしているらしい。というのも前々から新しく二世帯住宅を建てると近所に自慢しまくっていたそうで、結果的に私に捨てられて新居の話がなくなり、さらには元夫の不倫のことなども広まって、ご近所さんから冷たい目で見られているそうだ。しかも元夫はもう仕事を辞めてしまっているので、義両親は働かない寄生虫を養いながら、さらには元夫が支払わなければならない慰謝料も代わりに毎月支払っているらしい。気の毒だと思うが、彼らも私を直接苦しめた人たちなので、
いい気味だなとも思う。私は彼らのことを反面教師にしつつ、まっとうに生きて、ちゃんと自立した状態で幸せをつかもうと思う。あれ、どうして食べないの？義士は私が箸を持つことすらせずに、みんなが鍋をつついているのを不思議に思い、そう聞いてきた。嫁なので食べることは許可されてないんです。食費がもったいないので。は。私が正直に答えると、義士は目を見開いて、義父と夫のことをにらみつけた。ちょっとお父さん、マサト。あんたたち何やってんの？私の名前はのぞみ、35歳の専業主婦だ。夫のマサトとは結婚して2年になる。結婚したら家庭に入ってほしい。彼にそう言われて、私は会社を辞めて専業主婦になった。仕事はまだ続けたかったけど、それでも夫のことが大好きだったので、彼の要望に従って仕事を辞めたのだ。それからは主婦としてしっかりやろうと心に決めて、一生懸命に家事をやってきた。最近はそれなりにちゃんとできているだろうと思うが、結婚当初はなかなかうまくいかなかった。おいのぞみ、なんで目玉焼きが半熟なんだよ。あ、ごめん。もしかして完熟の方が好きだった？当たり前だろ。そんなことなんで予想できないかな。え？っていうか俺さ、朝はパンの方が好きなんだよ。ご飯じゃなくてトーストにしてくんない？あ、わかった。ごめんね。夫と一緒に暮らし始めるにあたって、私は主婦として一生懸命に頑張ろうと決めていたのだが、最初からいろいろと失敗してしまい、私は落ち込んでいた。そして夫は、その後もいろいろと文句というか、私の家事で納得がいかない部分を指摘してきた。おい、その食器の置き方、何なんだよ。え？そんなんじゃ水が切れないだろ。そんなこともわからないのか。あ、ごめん。あとお前が作った弁当だけどよ、彩りよくすること考えてるのか知らねえけど、あんなに野菜いらねえよ。もっと茶色い感じでいいから、肉をたくさん入れろ。わかった。夫は本当に細かくて、ちょっとしたことでもすぐに怒る。風呂の温度41度になってたぞ。俺は42度に設定して直前に追い炊きをして入るのが好きなんだ。なんで俺が望んでる通りにできないんだよ。夫は少しでも自分の理想通りにならないと声を荒げる。付き合っていた頃はこのような一面を見ることはなかったので、私は結婚してからの彼の態度の変化にびっくりした。夫は料理の品数が少ないと機嫌が悪くなるし、部屋だってとてもきれいにしないと怒る。まるでドラマとかで見るような姑みたいに、部屋の隅とかを指でなぞって。埃がまだあるじゃないか。サボってんじゃねえ。と怒鳴ってくる。しかし夫はそうやっていろいろと細かく注文してくるくせに、家事は一切やらない。夫曰く、それはすべて嫁の仕事なんだとか。そのため私は必死になって家事をやり、夫の厳しい審査を乗り越えなければならなかった。私は毎日ヘトヘトだった。専業主婦になったからには、たまにお友達と昼間にランチやお茶をしたいなと思っていたのだが、そんな暇や余裕がないくらい、私は掃除に洗濯に料理に気を配らなければならなかった。それでも離婚をしようという気までは思っていなかった。やっぱり恋愛をして結婚したわけだし、簡単に離婚には踏み切りたくなかった。それに夫は厳しいことをたくさん言ってくるが、私を嫌いになっているとか、そういうのは感じなかった。私が専業主婦として、夫が納得いくレベルになればいいと思っていたのだ。今思うと、私はこうやって自分を追い込んでしまう癖があったのかもしれない。そのような夫婦生活を送って、気づいたら2年も経っていた。こんな感じで、
ずっと私は夫を立てて生きていくんだろうなと思っていた。だがそんな中で悲しいとある出来事が起きた。それは義母が亡くなったことだ。義母は私が夫と結婚した頃から調子が悪く、しばらく前から入院していた。しかし結局回復することはなく、そのまま退院できずに息を引き取ってしまった。義母は私をすごく可愛がってくれていて、本当に優しくしてくれた。夫との結婚生活は2年しかまだ送っていないが、それでも私は義母が大好きになるほど、その人柄に惹かれていたのだ。うちの男たちはちょっと面倒くさいだろうけど、よろしくね。でも辛い時は辛いって言っていいからね。義母は私が言わなくても、夫からいろいろと細かく要求されているのを分かっていたようだった。二人で台所に立って正月の料理の準備をしていた時は、私の話を優しく聞いてくれた。私にとっては義母は心の支えとなっていたのだ。葬儀では義母は棺の中で安らかに眠っていた。花を添えながら義母のそんな柔らかな表情の顔を見ていたら、私は涙がこみ上げてきた。のぞみさん、お母さんのことを思って泣いてくれてありがとう。お母さんものぞみさんがマサトの嫁として嫁いできてくれて嬉しかったと思うわ。そう声をかけてくれたのは義姉の舞さんだ。義姉は仕事で海外に行っているのだが、義母の死を聞いて一時的に帰国してきたのだ。義姉と会ったのは夫との結婚式以来で2年ぶりだった。義姉は義母と同じようにとても優しくて気さくな人で、久しぶりに会ってもよそよそしさは一切ない。それどころかこうやって私のことを慰めてくれる。無事に葬儀を終えて、私たちはみんなで義実家に帰ってきた。義父は義母が亡くなり、寂しそうにしていた。いつもは私に厳しい夫も、寂しそうな表情を浮かべておとなしい。そんな中、義母の遺品整理をみんなでしていた時に、夫がこんな提案をしてきた。父さんももう高齢だし、俺たちがここに引っ越してきて同居しないか。え？母さんが亡くなって一人になるのは寂しいだろう。だから俺たちで父さんのことをサポートしてあげたいなって思って。夫がそう言うと、義父は「マサト、ありがとう」と嬉しそうにしていた。のぞみさんはどう思うの？話を聞いていた義姉がそう私に質問をした。私は夫が同居を提案してびっくりしたが、でも確かに義父を一人きりにするのはかわいそうだなと思った。私も同居するのに賛成です。マサトさんの職場からもここは近いですし。私がそう言うと、夫と義父はとても嬉しそうにしていた。のぞみがそう言ってくれて助かるよ。のぞみさん、これからよろしくね。こうして私と夫は義実家に移り住んで、義父と同居生活を始めることになった。だが私はこの同居生活をすぐに後悔することになる。おい、いつまで寝てるんだ。早く起きろ。いきなり義父に叩き起こされた私。今何時ですか？私は慌てて時計を見た。だが時刻はまだ5時半だった。お父さんどうしたんですか？まだ5時半なんですが。はあ？貴様何を言っとるんだ。私は5時から起きてるんだ。さっさと起きてきて朝食を作れ。はい。私は義父の勢いに押され、慌てて台所に立った。まったく、嫁失格だな。これからはこの時間に毎日起きろよ。そんな、毎朝5時半に起きなければならないなんて大変だ。私は低血圧なので朝は弱い。しかし義父はそんなことなどお構いなしに、きっと私が少しでも寝坊したら叩き起こすだろう。お父さん、朝食できました。ん？なんだこれは。え？目玉焼きをこんなに火を通してどういうつもりだ。それにトーストだと。
ふざけるな。私は朝はご飯じゃないとダメなんだ。日本人なんだからな。すみません。どうして朝食くらいまともに作れないんだ。使えない嫁だな。義父は同居初日からこうやって私を罵倒してきた。まるで結婚初日の夫を見ているようだ。夫がああいう態度をとってきていたのが義父の影響だったことは容易に分かった。そしてそれはつまり、私はこれから亭主関白な発言をする人を二人も毎日相手にしなければいけないということだ。おい、なんで起こしてくれないんだよ。3分も起きる時間から過ぎてたぞ。ごめんマサト。お父さんに急いで食器を洗えって言われてて。はあ、何父さんのせいにしてんの。どうしたマサト。父さん聞いてくれよ。今こいつ俺を起こすのを忘れてたことを父さんのせいにしたんだぜ。なんだと。貴様嫁のくせに私を悪者扱いしたのか。そんな、私は別にそういうつもりじゃ。うるさい、口答えするな。私とマサトが口を開いていいと言うまで貴様は喋るな。私は絶句してしまった。義父は夫以上に亭主関白というかモラハラがきつい人で、夫よりも私に厳しくしてきた。そのため夫もそれに便乗して一緒になって私を責めてくるので、精神的に本当に疲弊してしまう。しかも面倒なことに、夫と義父はこだわりがそれぞれ違うので、私はそれぞれに合わせた家事をしなければならない。どうして何度も同じことを言わせるんだ。貴様は鶏か。この役立たずが。義父はそうやって私のことを罵倒してきた。夫と二人で暮らしていた時は、夫はここまでひどい罵倒の仕方はしなかった。だが義父は私自身を否定するような言葉を容赦なくぶつけてくる。なぜそこまで言われなければならないのか。でも専業主婦で仕事からすっかり遠ざかってしまった私には、簡単に家を出る決意ができなかった。私の両親はすでに亡くなっていて、帰る実家がなかったのもその理由の一つになっていたと思う。私は夫と義父の毎日の嫁いびりにすっかり参ってしまい、体にも異変が起きていた。私はあまりにも心身ともに疲弊していたのか、先月から7キロも痩せていたのだ。別にもともとふっくらしていたわけではなく、むしろ痩せている方の体型だった。それなのにこんなにも痩せてしまったのだから、相当に追い込まれているのだろう。そんな中、義姉が1週間ほど帰国してくるという情報が入った。私は義姉に久しぶりに会えることになって、すごく嬉しかった。義母の葬儀からは、もうすでに1年が経っていたのだが、その間に義姉とは一度も会っていなかった。義姉と久しぶりに会って話をすれば、ちょっとは心が楽になるかもしれない。そんな風に思っていた。ただいま。玄関の鍵が開く音が聞こえて、元気な声が聞こえてきた。義姉が帰ってきたのだ。おう、舞、よく帰ったな。お父さん、ちょっと太ったんじゃない？いやいや、そんなことはないだろう。姉ちゃん、おかえり。マサト元気だった？仕事は順調？ああ、問題ないよ。お姉さん、お久しぶりです。のぞみさん、会いたかったわ。義姉はとても明るい人なので、義姉が来ただけでこの家の雰囲気がすごく明るくなる。普段は私に冷たい義父と夫も笑顔を振りまいている。のぞみさん、私も何か手伝うよ。あ、いえ、お姉さんは長時間のフライトで疲れてるでしょうから、休んでてください。いいのよ。逆にずっと座ってて体が固まっちゃってほぐしたいから。ありがとうございます。それじゃあお茶を入れるのを手伝ってくれますか？オッケー。任せてちょうだい。
義士の明るい笑顔を見ていたら、こちらも自然と笑顔になる。こうやって笑顔で会話をするのはいつぶりだろうか。食卓にお茶菓子を持って行って、私たちは義士との会話を楽しんだ。そして義父が、舞、今日は何を食べたい？と義士に聞いた。お寿司も捨てがたいけど、今日の気分はすき焼きかな。そうか、じゃあ今日の夜ご飯はすき焼きにしよう。やった、楽しみ。じゃあ私、食材買ってきますね。ちゃんと酒もたくさん買ってくるんだぞ。わかりました。そして私が出かける準備をしていると、不思議そうな顔で義士が夫に聞いた。あれ、マサとついていかないの？え、なんで？のぞみさん一人に食材と酒を持たせる気？普通は夫のあんたがついていって重いものを持つべきでしょ。え、いやいや、専業主婦なんだから一人で全部やらないとダメでしょ。はあ、いいわ、私が一緒にのぞみさんと買い物に行くわ。義士はため息をつき、私についてきてくれると言った。夫はなぜ義士が怒っているのかも分かっていない様子だ。一緒に食材を選びながら、義士は私に謝ってきた。本当にバカな弟でごめんね。のぞみさんが家事をしてくれているから、何も気にせずに仕事に打ち込めるっていうのが分かってないのよね。のぞみさんもああいう時はビシッと言ってやった方がいいわよ。はい、私も義士みたいにちゃんと意見を言えたら苦労はないが、2対1だとまず勝ち目はない。その後、私たちは食材とお酒を買い帰宅した。私、すき焼きの準備をしておくので、お姉さんはお風呂に入っててください。そう、じゃあ久しぶりに日本のお風呂に入ろうかしら。義士が入浴中に私は食材を切り、食卓に鍋をセットした。そして義士が上がってきたタイミングで火をつけて、食材を鍋の中に入れ始めた。いい湯だったわ。お、鍋も準備されてていいね。ビールも冷えてるものを持ってきますね。そしてみんなが席に着き、ちょうどすき焼きもいい感じに煮えてきた。さあ食うか。義父がそう言い、みんなが箸を持ってお肉や豆腐やネギとかを自分の取り皿に入れて、卵にくぐらせて美味しそうに食べていく。あれ、どうして食べないの？義士は私が箸を持つことすらせずに、みんなが鍋をつつくのを見ているのを不思議に思い、そう聞いてきた。嫁なので食べることは許可されてないんです。食費がもったいないので。は、義父と夫は最近は私の食費が無駄だと言って、高いものは絶対に食べさせてくれない。だから今日買った高級お肉は私の分は含まれていない。お豆腐くらいは残った分をいただきますね。私が正直に答えると、義士は目を見開いて義父と夫のことをにらみつけた。ちょっとお父さん、マサト、あんたたち何やってんの？なんだよ舞、急に怒って。義父と夫はいきなり義士が怒ったことに驚いていた。どうしてのぞみさんがちゃんと食事をさせてもらえてないのよ。義士がそう聞くと、義父と夫はキョトンとした顔をした。そりゃ専業主婦で稼ぎがないんだから当たり前だろ。それに嫁なんだしな、嫁がうまいもんを食うなんてダメだろ。義父と夫はさも当たり前だと言わんばかりにそう言って肉を頬張った。のぞみさん、お肉を冷蔵庫にしまってくれる？え、は、はい。おい舞、どういうつもりだよ。すると義士は立ち上がり、義父と夫に向かって怒鳴った。あんたたちって本当に最低だよね。嫁を何だと思ってるの？あなたたちの奴隷ではないのよ。家事をやってくれる人がいるからあんたは安心して働けるんだし。
お父さんだって快適に生活を送れるんだよ。少しはありがたみを感じたらどうなの。義士はそうやってギフと夫のことを叱ってくれた。だが二人には全く響かなかったようだ。稼いでくる旦那に養ってもらってるんだから、ありがたみを感じるべきなのは嫁の方だろ。そうやってお父さんはお母さんのことも苦しめてきたんだよね。な、苦しめたってそんなわけないだろ。お母さん、いつもお父さんに怒鳴られてて辛そうだったよ。苦しめてきた自覚すらないなんてどうしようもないね。そしてマサト、あんたも最低よ。お父さんと同じことして本当に呆れるわ。そんなんじゃのぞみさんに捨てられるわよ。は、いやいや、のぞみは俺がいなきゃ一人で生きられないぞ。夫がそう言って勝ち誇った顔をするのを見て、私の中で何かが切れた。マサトさん、離婚しましょう。え？お姉さんの言う通り、あなたのこと捨てるわ。な、何言ってるんだ。そんなの許さないぞ。あなたに許されなくても構わないわ。私はこの家の奴隷であることをやめるわ。私はそう言って立ち上がり、荷物をまとめ始めた。義士も私が荷物をまとめるのを手伝ってくれて、二人で大きなバッグに荷物を詰めていった。私の友達の家にこのお肉も持って行って、改めてすき焼きをしましょう。私たちはそう話して玄関に行き、靴を履いた。おい、本気で出て行くのか。ええ、出て行くわ。もうあなたとはやっていけないわ。離婚については弁護士を通してやり取りしましょう。私がそう言うと、義士も続けて口を開いた。今回私が帰ってきたのは結婚の報告をしようと思ってたからなの。え？それで婚約者とかと会ってもらおうとか考えてたけど、もういいわ。私はあなたたちと縁を切る。もうこの家には帰ってこないから。義士がそう言うと、義父と夫は顔を青くして黙り込んだ。私たちは二人を無視して家を後にした。それから義士の友人の家に行き、改めてすき焼きを楽しんだ。その後、私は夫と無事に離婚することができた。再就職することもできて、今は働きながら単身用のマンションで快適に暮らしている。ちなみに元夫と元義父は、家事をする人がいなくなったことで、家がゴミ屋敷となってしまい、近所からクレームが大量に入って、警察まで出てきたほどなんだとか。洗濯もろくにできないから、元夫はどんどん服が臭くなり、職場でも問題視されて、上司に注意されたという話も風の噂で聞いた。そういったことが原因で出世コースからも外れたんだとか。そして義父はゴミ屋敷の中で足を踏み外して転んでしまい、足を骨折したそうだ。本当にいい気味だし、自業自得だと思う。ちなみに私はあれからも元義士とは仲良くさせてもらっている。最近は初めての海外旅行で義士のいる国に行き、いろいろと案内をしてもらった。これからも元義士とは仲のいいお友達として長く付き合っていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。